フィリッポ・パリッチはイタリアの画家である。南イタリア、アブルッツォ州のバストの法律家の家に生まれた。9人の男兄弟の一人で兄弟のほとんどが芸術的な活動をした。画家となった3人の兄弟、ジュゼッペ・パリッチ、ニコラ・パリッチ、フランチェスコ・パウロ・パリッチがいる。1836年に兄・ジュゼッペが学んでいたナポリに移り、1837年に ナポリの美術学校に入学したが数ヶ月で中退した。ナポリでは肖像画家ジュゼッペ・ボノリスの画塾で学んだ。兄のジュゼッペは1844年にはフランスに定住し、フランスのバルビゾン派の画家から影響を受けて、写実主義のスタイルの画家として活動していた。1842年にフィリッポはガラチで王族の子供の教師として2年ほど滞在した後、 ナポリに戻った。イタリア統一運動に関心を持ち、1848年革命では、ナポリの抗議者のバリケードに加わったとされる。1950年代初めに、ナポリの美術学校から賞を受けて、ローマ留学の奨学金を受けた。1855年に、万国博覧会が開かれているパリを訪れ、兄の紹介でバルビゾン派の画家などフランスの芸術家と知り合った。 フランスからの木とフィレンツェでジョバンニ・ファットーリア・マッキア派の画家と交流した。イタリアの新しい美術を推進する役割を評論活動や版画家の口のったと雑誌・近代美術を創刊することで担った。1867年のパリ万国博覧会には代表作の大洪水の跡を含む6点の絵画を出展した。 1873年のウィーン万国博覧会では審査員を務めた。1878年にナポリの王立美術アカデミーの校長に任じられ1881年まで務めた。ありがとうございます。